どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあついに始まりましたゴールデンウィーク逆転祭。今回はですね、その第1弾としてガチャイベントが開催されています。そのガチャイベントというのが、ガチャがね2種ありますね。京ごまパレード匠というものと、京ごまパレード極みというものですね。こちらまず匠なんですが、星のかけら50個でですね、京ごまの S ごま確定のガチャがですね回せるといったものになっています。いやちょっとね、ガチャ運のなさに定評のある私なんですが、そんな私でもね京ごまが絶対引けてしまうというガチャになっています。はい、そして極みの方ですね、こちら京ごま確定ではないんですが、 S ごまがね1枚確定しますよといったガチャになっています。こちらがですね、割と攻撃力やね、スキルが強力なものの京ごまが出やすくなっているよといったガチャになっているようです。なのでね、今回はね両方回していきたいと思います。いや逆転祭というとね、結構1年前は多分ね初超ゴマ実装だったと思うんですよ。ジークフリードとかグインとかね、あのあたりが実装されたお祭りだったのかなっていう記憶があるんですが、さあではね早速匠強ゴマ確定の方から回していきたいと思います。いやーなんかね、あんまりね物欲出しすぎるとセンサーに引っかかるんで、まあ、何が欲しくないかだけ伝えておくと、私はスパルムも持ってるんで、スパルム以外だったらもう私強ゴマ多分ねガチャで手に入る強ゴマスパルムしか持ってないんで、スパルム以外だったらいいかなという気持ちで回していきたいと思います。よし、さあまあ強ゴマは確定していますので、はい、虹のかけら混入、心穏やかですねガッチャン。さあスパルム以外をお願いします。ほい、お、ブルッときた。さあ何が出るかな。1枚、うん、 S は1枚。さあこれが何か。おお、嬉しい嬉しい。あ、俺思ってなかったコマですね。マスクさんではなくマックスさんですね。前回の強ゴマで実装されたキャラクターなんですが、まあね、前回狙ってねなかなか出なかったキャラクターでもあって、本当にね欲しかったので嬉しいです。いや欲しくないコマをあげる方式いいかもしれないね。はい、まあ、ちなみに他に出たコマはほとんど持っているコマだったのと、この子が初ですね。うん、なるほど、大小スキルを持つ龍ゴマですね。まあ、2枚以上ひっくり返せるマスで通常攻撃が 1.8 倍になるといったものになっています。龍ゴマにしては珍しいですね。コンボスキルがコマが置かれてないマスをランダムに2個共用のダメージミーマスに変換するといったものになっています。さあそれでは続きまして、極みの方を回していきましょう。まあね、ちょっと何が欲しいとか言っちゃうと物欲センサーに引っかかるんで、ちなみにまあこの今看板になってるねラインナップ3体のキャラクター、私どれも持っていないので、まあ、どれでもいいよという気持ちで、はい、回していきたいと思います。口に出すとね逃げていっちゃうんで、はい、さあまあ S ゴマは確定ですね。でもこれは強ゴマとは限らない。まあもしかしたらまたねカルラテンとか出るかもしれないっていう可能性もなきにしもあらず。さあブルッときた。さあ何が出るかな。お、1枚、お、2枚、3枚、えっ、めっちゃ入ってる、3枚入ってた。強ゴマですね。あ、カルラテンカルラテンもにも愛されてるな。そしてこっちはそうですね、普通のレムカですね。最近ね10日も実装されたので、まあ10日用とね通常進化用でこれで運営できるかなといった感じですね。はい、そしてこちらガレリラですね。お、しかもスキルまで出てきてくれています。10日も可能となっているんですが、私本当にね今ね龍ゴマ不足で、今度のね超ゴマパレードもね龍にかけようかなと考えていたので、本当にねこのガルディアさんは私のね龍デッキで活躍してくれそうです。はい、ということでねカルディラ引くことができたので、ちょっとねデッキ組んでみました。まあテーマはですね龍ゴマでドーンデッキですね。
まあ竜ごまに対してこのカルディラのですね、バフが効くので竜ごまのアタックを1.3 倍にしておいて、まあハーピストエンジェルとかブレスドとかのねコンボスキルにかけていこうといったデッキですね。ではこちらですね、コロシアム潜っていきたいと思います。ちょっとねこのデッキでまだね練習とかできてないんでクラスマッチ行く自信ないさあ相手は乱量王リーダーですね。うん、ダメマスが結構あるね。私が先行か。いやーこの状況はどうしようかなって感じだね。 X 打ちやってもいいけどな。いやでもここはやめておこう。うん、先行なんですけど次のターンそうだね、ガルディラ出しちゃおうかな。うん、出しちゃいます。ファーストが引けてるね。まあ、とりあえずね動線構築はできるように頑張っていきたいと思います。これでですね、表になってる間ずっとですね自分の竜ごまのアタックが 1.3 倍になるんで、まあ今スキルレベルは2なんですけど、こっからどう立ち回っていくかですね。シールドを置かれた。どうするかな。まだまだそうだね、まだベルーガやめておこう。とりあえず動線をね作りたいんで、お特殊ダメージ軽減ですね。シールド多めですね相手。ハーピストが引けた。ここファースト置いていきましょう。でもこのアウロラさんのこの特殊ダメージ軽減が効いてるので、まあ、あんまり今の段階ではコンボ出したくないなってことで、ここでハーピストが釣られちゃうのかな。騒がしいな。はい、ハーピストが釣られるんですが、これで動線を作ることができますね。よいしょ。まあこのアウロラのシールドの効果が切れたらベルーガか、そうですね、ベルーガかけていこうかなとは思うんですが、はい、罠ですね。あ、まだ使えないのか。この罠嫌だな、厄介だな。先に出しちゃいます。今回ちょっと竜ごまでドーンがテーマなので、まあここででもカウンターとか来てもベルーガで貫けちゃうっていうのがあるんで、まあ割と強気ないける。ヒアソフィアとか出てきたらもうちょっとダメだけどね。オッケー、ここはベルーガで貫いていきましょう。これで結構痛いダメージが入ると思うんですよね相手に。よし、いけ。あれ、あ、ダメだ、私がまだコンボスキル発動できる HP になってないのでこっちにします。はい、で多分次、あーハーピスの動線消されちゃうかな。消されちゃってもまあエンデガのねコンボも使えて4枚返しできる状況にはなるんで、さあカウンター置かれるが、ここでベルが出せますね。はい、では貫いていきましょう。あれあれ、あ、私まで HP なってないんだ。なってないのか、なってないのか。
ちょっとこっちにベルーガにします。で、多分次あるんで飛ばせるのかなとは思うので。そうですね、多分これで多分アルンフィニッシュができると思います。バフは 1.3 倍かかっていますね。よし、いけ。うん、 OK。 はい、なんということだ。いや結構ね、結構この戦法いいかも。いやでもわかんない、ちょっとまだねクラスマッチで使ってないので、結構ね、ダイヤモンドクラスの人たちにはこれはボコボコにやられてしまうかもしれないんですが、割とねカルディラ結構ね私のデッキでも今後活躍してくれそうです。はい、ということで今回はですね、ゴールデンウィーク逆転祭の第1弾強駒確定ガチャ引いていきました。ぜひね、まだ強駒あんまり持ってないよって方にはねおすすめするガチャなので、最近ね、クラスマッチの移行報酬とかでたくさんかけらもね、もらえましたし、ぜひね、余ってる方はチャレンジしてみてはどうでしょうか。ということで、最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら、他の動画も見ていってくださいね。